上越市立久比木中学校は、新潟県上越市久比木区にある公立中学校。2009年現在、生徒数は304名、学級数は1年生が3クラス、2年生が3クラス、3年生が3クラスで、計9クラス。この学校では、伝統的に受け継がれる文化と、規律正しい生活を送る生徒がいる。厳しい教師の下で、生徒たちが、のびのびと生活している。また、毎朝生徒会の委員会である、生活委員が玄関に立ち登校する生徒たちに挨拶を交わしている。この際に、遅刻、シャツ出し、等の違反を取り締まり、その週の統計を毎週金曜の給食時の放送の際に発表している。1980年に、久比木村立第陽中学校と久比木村立、明治中学校が統合し、久比木村立久比木中学校として開校した。設立当時は、プールの設立が計画にあったが、資金不足のため中止になった。各行事では、生徒会3役を代表とする、総務委員会を中心に、生徒一人数とが、積極的に参加し、生徒の手でイベントを作り上げている。また、イベントより、日常を合言葉に、普段の日常生活でもしっかりと、学校生活を送っている。現在、文部科学省の指定により、命の学習に特に力を入れて取り組んでいる。久比木区全域。詳細は外部リンクを参照。ありがとうございます。